院の収容児童の主なるものは頭壁を第一として不老壁、浪費壁、放火壁、虚言壁、乱暴者、怠け者等でありまして定員は204名であります。それに教職員その他を合わせると約300名の人がこの、4万坪余りの広い中に一部落を建設して一小社会を営んでいるわけです。つまり家庭、学校、社会の三位一体というわけであります。で、家庭は16家庭に分かれておりまして、家庭の指導及び監督は教師並びに保母がこれに当たっておりまして、これは夫婦制を原則としておりますが、女の家庭では保母が単独でこれに当たっております。で、保母のことをお母さんと呼ばしております。そこで学院児童は朝5時、季節によって多少の変動はありますが、この塔の父の鐘、母子の鐘によって起床することになっております。寝床の整理は無論のこと、寝小便した者は直ちにその後始末にかかり、この寝小便はこういう児童の特質と言っていいぐらいのもので、昨年1年間の統計を見ますと、全学院児童の寝小便回数は実に2315という数になっております。実にどうも始末に負えないもんです。炊事は炊事当番があって、児童が交代でこれに当たっております。なかなか料理法は心得たもので、新婚早々の奥様など果たしてシャップを抜くでしょう。冷水摩擦、ラジオ体操、これは各家庭それぞれにやっております。次に家庭内外及び分担区域の掃除、これはこの主児童は衛生清潔の関連に欠けておりますから厳重にやらせております。でそれが終わって、各家庭の霊堂の前に集まって朝の礼拝、霊堂には各家庭の祖先の霊が祀ってあります。食後子供たちは列を正し、各保護に伴われて中央の講堂に集まって、法安殿の礼拝、聖座、訓話、最後に聖子または修養訓を採取するのであります。聖子、我々は天地の大きな力と温かい恵みとによってこの世界に生まれました。我々は父母の深い慈しみと多くの苦しみとによって今日この体を持っております。我々は万世変わりなき聖天使の御手に育まれ、大きな誇りと尊い使命と思って日々大きくなりつつあります。我々は明るい美しい強い心を持って家のため国のために役立つ人にならなくてはなりません。それが終わって学科が始まります。学年は能力によって適当な学年に編入させることにしております。ですから15歳の児童が尋常3年であったりすることがあります。いろいろな児童がありまして、算術の時間だけはきっと頭が痛いなどと言い出すものがあります。学科は午前中4時間になっておりまして、こんにちは。いや、午後昼食後は実家作業の教育になっております。いらっしゃいます。いらっしゃいます。ここでできる農作物は、自給自足とまではいきませんが、大体において各家庭の食卓を賑わしております。四季それぞれの野菜物、かぼちゃなどはとってもうまいものをございます。
なものはできませんが、机、本箱、そばな程度のものは結構作ります。時々参観に見えて注文して帰られる方もあります。はじめは果物の袋でミシンの操作を習って、だんだん小学校服、青年団服、背広から婦人服、中にはモーニングまで答える子もおります。方々から作業服などの注文もありますよ。僕のこの服もここで答えてくれたんです。これら作業は各児童の能力と希望によって実習させ、将来を考えてやっているわけです。そこでこの学院を取り巻く塀、垣根の類は一つもありませんし、いまだかつてこの門も閉めたこともありません。これはこれら児童を少しも束縛することなく、できるだけ明るい気持ちにさせてやりたいからなんです。大体これでこの通り説明ご案内しています。機能が普通か。視覚機能、聴力、右4度、左6度。記憶力、7か。また新入生をお願いしたいのですが。あ、そうですか。相当に手ごわいですよ。とても面白い機会がたくさんあったわ。まるで科学博覧会行ったようだったわ。そうかい。ここなかなか面白そうなとこだわね。これからここで先生方の言うことがよく聞かなっちゃダメだよ。私夜遊び行けなかったわね。夜遊びは行けなかったね。だってお父さんもお仕事忙しがって帰ったり帰らなかったり、私つまんなかったんですもの。小遣いも少し使いすぎたよ。そうかしら。でもお父さんのガムイチ開けたのはいけなかったわね。あれはいけなかったよ。あれはいけなかったよ。だってお父さんもこの頃急にケチになったんですもん。いや、お待たせしました。この方の家庭に民子さんは預かっていただくことにしました。ほぼの夏村さんです。こちらは坂田と申します。これが娘の民子です。どうぞよろしくお願いいたします。お預かりいたします。じゃあとりあえず家庭の方へ。さあ民子さんどうぞ。お父さんも送ってくださらなくてもいいわ。早く帰ってお仕事なさい。どうぞよろしくお願いいたします。どうも全てがあの調子ですから。ところで娘さんは確かにお預かりしましたが、これで厄介払いしたような気になって安心なすっては困りますよ。それはもうお忙しでしょうが、絶えず娘さんを訪ねたり、どしどし手紙を出していただかないと。それはおっしゃるまでもなく。そうしてやってください。それが子供たちには一番薬です。何よりも薬です。ことに民子さんにはお母さんがないのですから、あんたがそれをしてやってくれんことに。わかりましたね。おかえりなさい。さあいらっしゃい。いらっしゃいませ。こんにちは。
お母さん、お母さん、みっちゃんったら私が洗濯して干しといた簡単服着ちゃったの。どうしても返してくれないの。みっちゃん、みっちゃん、どうして人のもの黙って着るの。自分のはまだ乾かないんです。乾かないの当たり前よ。よく縛らないんですもの。さあ、人の中着るんじゃないの。早く脱いでお返しなさい。早くお返しなさい。洗って返してよ。洗わなくたって今来たばかりなんでしょ。さあ、なおちゃんも我慢してあげなさい。私嫌だわ。みっちゃん、お風呂入って石鹸使ったことないんですもの。洗ってきてやるから。さあ、タミコさん、今日からここはあなたのお家ですよ。ここには12人の女の子がいて、それがみんなあなたの兄弟なんですよ。まあ、12人も。それから私がお母さん。まあ、お母さん、あら、嫌だ。こんな若いお母さんおかしいわ。お姉さんぐらいかしら。お姉さんでもいいわ。今まではタミコさんのおじいちゃん、女中さんが大勢いたでしょうし、それに何でもしてくれたでしょうけど、ここでは自分のことは一切自分でしなきゃいけませんよ。もしできないことがあったら、このお母さんが、お姉さんが何でも手伝ってあげますよ。自分のこと一切言って、何するんですの。お布団を敷くのも畳むのも、それからお部屋のお掃除もお洗濯も、お炊事当番の時はお炊事もするのよ。まあ、驚いた。私とてもそんなことできないわ。お母さん、お母さん、なおちゃんとみっちゃん喧嘩してますよ。まあ、また喧嘩始めたの。危ない、早くこっちへ。みっちゃん、みっちゃん、澄んだ青空に刷毛で軽く入ったような、または真綿を薄く引き伸ばしたような白い雲の出るのを巻雲と言います。ごく細かい氷の粒の集まったもので、雲の中でも一番高く8000メートルから1万2000メートルの高さに浮かんでいます。どこまでも細やかですっきりした感じの雲です。天女の軽い前の袖を思わせるような雲です。さあ、ここまで読める人は。先生、私もう小学校は卒業して女学校行ってたんです。それで。ですから今更小学校の勉強なんかしたくありません。一つ聞かないし、お布団のあげ下ろしもお掃除もしないし、ゆうべも今朝もご飯食べないんですよ。そうかい。来たてはみんなもそうだったね。おい、あんまり水を粗末にするなよ。それで怒られるぞ。粗末になんかしやしない。お腹が空いてるから飲むんじゃないの。ずいぶん飲むんだな。おい、あんまり飲むのよせよ。この水がなくて弱ってんだぞ。
美ちゃんが帰っちゃったっていう電話だったから、私とても心配しちゃったのよ。どうして学校帰っちゃったの？小学校なんかバカバカしくって、だいたいお腹割れて勉強なんかできやしないわ。だからみんなと一緒に食べればいいのに。タミちゃんの分ちゃんと支度がしてあるのよ。さあ早くご飯お上がんなさい。あら、まあ善ちゃんは、あのね、どうもすいません。善ちゃんも学校すっぽかして帰っちゃったんですってね。お母さん心配して探してたわよ。すいません。あのね、あのね、あのねって善ちゃんいつもごまかすのうまいんだから。ごまかしはしないよ。あのね。なに、あのね、あのねって。あのね、あ、その子はね、ご飯取ってきてくれって言うから取りに来てやったんだよ。まあ、私取ってこいなんて言いやしないわよ。だって俺取りに来ちゃったじゃねえ。あんたは勝手に取ってきてやるって駆け出したんじゃないの。駆け出してさ、お前が早く取ってこいって言ったからさ。嘘つき。何？そう、善にちゃん、いけませんよ。さあ帰るんだし。さあタミちゃん早くご飯を上がんなさい。うん、善にちゃん、いけません。この頃とてもいい子になったとお母さん喜んでいたのね。この頃の善ちゃんいい子になったはずでしょ。うん、せっかくいい子になったのに昔の善ちゃんに後戻りしちゃダメじゃない。昔の善ちゃんどんな子だったか覚えてる？嘘は言うし、つまみ食いするし、喧嘩するし、それが何だったっけな。頻繁で外出はするし、おせっかいはするし、それがこの頃はだんだん治ってきて、お母さんの言うことを聞くようになったし、時々はお掃除もするし、お風呂の水汲みだって手伝うようになったし、お手紙だって書くようになったし、お布は敷くし、寝小便は、あ、今朝しちゃった。でも自分で布団ちゃんと干したわね。お母さんとか手紙書こうかな。手紙書く？そりゃいいわ、お母さんきっと喜ぶわよ。なんて書こうかな。いい子になったから見に来てくださいって。さあ早く書いて書いて。ただいま。丁寧に書くんですよ。書いたらお見せなさい。はい、おい、手紙書くんだ、静かにしろ。ただいま。見るなよ。お母さん、みんなが邪魔しますよ。すぐお母さん、お母さん。何？ただいま。お母さん、全然いけないんだよ。すぐお母さん、お母さん。さあさあ、お炊事の方は早くお炊事支度しなさいよ。全ちゃん、手紙書いちゃいなさいね。ただいま。ただいま。ただいま。うるせえな。次、信一。今日一日を反省してみて。僕、今日、作業場から抜け出して、昼寝しちゃいました。お前、昨日も昼寝したっけね。もうしない約束じゃなかったか？お前の短所は？つまみ食いすること。うまけること。二小便すること。長所は？ミシン上手なこと。
返事は活発なこと、うん、せっかく上手なミシンも怠けると下手になるぞ。分かったね。はい、分かりました、うん、次、よしお、今日は十家庭の今度入った女の子がご飯取ってこいって言ったから僕、十家庭行ってご飯食べちゃった。それで？そしたらおばさんが僕のこと引っ叩いたから僕がおばさんの手を噛みついたんです。おばさんが引っ叩いた？そんなことはないだろう。お前の短所は何だったかね。嘘をつくこと、喧嘩すること、勉強の嫌いなこと、盗み食いすること、それから無断外出すること、おせっかいすること、だからあ、噛みつくこと、うん、それで本当にご飯取ってこいって言われたのかい？忘れちゃった。それでおばさん本当に引っ叩いたのかい？あのおばさんとても。おばさん、よっちゃんに噛みつかれて手から血が出たのよ。すいません。すいませんって言う。お前本当に悪いっていうことが分かったのか？悪いっていうことが分かったら謝りに行こう。どうだい、行くかい？あ、そうそう、お前今日手紙書いたってね。あれは出してやるよ。お母さん切ってきてくれますよ。さ、謝りに行ってらっしゃいね。先生、一体何て謝りゃいいんですか？なんて言って言って台所へ忍び込んだり手に噛みついたりしたことを謝りなさい。じゃあ他のものは自習して。さあ、よしお、行こう。みっちゃんのだわ。しようがないわね、いくら言っても。汚れっぱなしで丸め込んだりして。あら、タミちゃん、今日もまた学校帰ってきたの？帰ってきたんじゃないの。行かなかったの。学校なんか行く必要ないんですもの。私でどうしたの？靴誰かに取られちゃったんですもの。まあ、取られた？だから私も代わり誰かの履いてきてやろうかと思ったんだけど、みんな汚くて履けるようなのなかったわ。じゃあタミちゃんの靴が見つかるまで私には履いてるといいわ。じゃあ持ってきてあげるから待ってらっしゃいね。あらあら、タミちゃん、タミちゃん、そんな汚れた人でお座敷上がったりしてダメじゃないの。そんなもの捨てちゃいなさいよ。あんた何家庭？両家庭。なんて名前？マサオだよ。なぜ学校帰ってきたの？当ててみましょうか。
算術の時間だったんでしょ。つんぼ。ああ、ハンモックが欲しいな。タミちゃん、タミちゃん。お尋ねしますけど、四家庭はどちらでしょうか。あそこだよ。あの宮崎雅夫という子おりますでしょうか。宮崎雅夫。ああ、雅夫か。おーい、雅夫。おっかさんが来たぞー。おーい、雅夫。おっかさんが来たぞー。おばちゃんのお母さんが来たんですって。ただいま。なおちゃん、まさちゃんなら裏山の木の下でタミちゃんと寝てたわよ。早く行って教えてきてあげなさい。はい。なおちゃんはついでに行ってタミちゃんにご飯だから早く帰るように行ってね。ただいま。さあどうぞお上がりください。ねえ、よろしいでございませんか。どうぞ。まさちゃん裏山の木の下で寝てんですって。誰か、まさちゃん裏山行って呼んできてちょうだいな。さあどうぞどうぞお上がりください。どうぞ。まーちゃん、まーちゃん呼んでるわよ。まーちゃん。おい、まさこ、お母さんが来たぞ。早く来いよ。ち、寝ぼけてやがら。おい、みんな出て行っちゃおう。よいしょ。あら、お母さん抜けただわ。まあ驚いた。私が入ってきたっていうの？あんたが入ってこなきゃ誰が入ってきたの？知らないわよ。私果たしできたのよ。そう？じゃあ持って帰るわ。いくら帰れ帰れっても帰れないんですよ。もうお母さんの入ってってたの。あら、随分ずずしがタミちゃん。それ私が貸してあげたのよ。あら、だってタミちゃん裸足で来たって言ってたわよ。タミちゃん今日靴を取られてなくしたっていうか私貸してあげたのよ。早く持ってってあげなさいね。誰か言ってよ。じゃあ今度ハマちゃん行ってきてよ。はい。一緒に連れて帰ってきてね。はい。マサオ、何してんだ。早くこっち来ないか。マサオちゃん、早くお母さんにご挨拶しなさい。お母さんいらっしゃい。この頃は大変よくなったんですよ。まあ何から何までお世話になって、本当に先生やお母様のおかげでございます。マサオ、ここへおいで。マサオちゃん、早くお母さんのそばにいらっしゃい。
これはな、お母さんの大切な髪の毛なんだよ。これからはいつも身につけといておくれよ。お前が勉強してる時も働いている時も寝る時もお母さんはいつもお前についてるんだよ。一緒なんだよ。お前がいいことをしたらお母さんは喜ぶし、悪いことをしたらお母さんは泣くんだよ。分かったね。お嬢ちゃん、それ一時も話しちゃいけませんよ。忘れちゃダメですよ。お父さんもな、この頃じゃお酒も飲まずに仕事も一生懸命になったし、お前のことを毎朝神様にお参りしてるんだよ。今度の高級にはお父さんも来てくれるからね。だから早くいい子になるんだよ。ね、分かったね。何もらった？何だっていいじゃないか。何だそら、何だっていいじゃないか。何だよ、見せろ。見せないよ。見せたっていいじゃないか。見せないよ。
工事、本来死んだから死んでみろ。見ていてやる。余計なこと言うね。お母さん、星座の邪魔しますよ。よしお、本当のことを言ってごらん。お前ら先に手を出したか、それともコウジか。きっとコウちゃんを引っ叩くだろうと思ったから、ボンは先に引っ叩いたんです。そうしてまたコウちゃんの手に噛みついたのね。それはきっとコウちゃんが噛みつくだろうと思ったから、ボンは先に噛みついたんです。お前はそれでいいことをしたと思ってんのか、悪いことをしたと思ってんのか。それは僕も悪いけど、コウちゃんも悪いんです。でもお前、先に手を出したり噛みついたりしたんだろ。お前はもう噛みつかないって約束だったじゃないか。すいません。悪いっていうことが分かったら謝ってらっしゃいね。謝りに行くかい。お母さんがこの地図玉を送ってよこしなすった時、何とおっしゃったか覚えてるでしょ。昔の浩二さんはこの学院入ると同時に死んでしまって、今度退院して世の中へ出る島の誕生日だって、そうおっしゃってたんでしょ。だから早くいい子になってお誕生日を迎えるようにしなきゃダメじゃないのね。こんばんは。今日はどうもお騒がせしまして。いやあ、さあ、よしよ、早く行って謝って。こうちゃん、引っ張ったり噛みついたりしてごめんよ。すいません。善ちゃんばっかりが悪いんじゃないんでしょ。さあ、こうちゃんも謝らなくちゃ。ごめんなさい。たまには一石願えたか。どうも暇がなくてね。いやあ、暇どころか体の3つ4つ欲しいよ。おい、よしよ、謝ったら帰ろうか。ほら、よしよ、さよならしないかい。さよなら。こうちゃんもさよなら。さよなら。じゃあ、お邪魔しました。いずれ暇を見て一席願いましょうか。どうやらこの世では暇がなさそうですな。じゃあ、失礼。女の子を連れてね。それから幽霊と一度も僕も言われたけど、よしちゃった。どっち行った、どっち。線路をまっすぐ行きましたよ。おい、ここまで来れ、平気だよ。個人やって言いつきゃしねえかな。つけたって平気だよ。きっと北野さんの逃げたと思うよ。今度の電車から来たんだろう。私お金持ってないわ。何があったって言うさ。あ、せいだ。おい、おい、ほら、待て待て、おい、待て待て、ほら。男の子のガキ男じゃいなくて、随分不良だな。お母さん、本当怒ってやればいいんだわよ。そうよ、お母さん、神ちゃん、ちっとも怒らないもんだから増長するのよ。陰口なんか聞いてないで、言いたいことがあったら出てらっしゃいよ。神ちゃん、
何ですか。これで何度目だと思う、逃げたのは。そんな泣きたかったらもっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。どこ行こうと思ったんだ。お母さんのとこ行こうと思ったんです。お母さん、お母さん九州にいるんじゃないか。歩いていくつもりだったのか。来たぜ。来たぜ。来たちんどうする。来たちんだけど、僕茶野の長男です。お母さんとこ行きたかったら早くいい子にならなくっちゃ。逃げてなんて言ったらお母さんちっとも喜びはしませんよ。この間お母さんから来た手紙があったでしょ。これに何て書いてあった。さあもう一度よく読んでごらんなさい。よく読んで、そして目つぶってお母さんのことを思い出してごらん。長くお便りが来ませんが、あんたは達者でありますか。お母さんも足や胸の痛みが大変良くなりましたから、炭鉱の中で真っ黒になって働いています。あんたも真面目に勉強をして、一日も早く良い人間になり、うちに帰っておくれ。お母さんは毎日あんたのことが気になって涙なんか悪くもあまりません。くれぐれも一日も早く良い人になっておくれ。それが第一のためです。紛失届出したのか。出してありません。じゃあ紛失楽器と紛失理由を添えて、すぐ出しとけ。はい。次。第14課程。よし。次。渡辺、どう揃ってるか。はい。富六町、六入り2町、蛇切り1町、足軽1町、花内2町、神田5町、2町ありません。よし。次、広瀬、どう揃ってるか。よし。次。29号、ハリボーを所有しております。んよし、次。無心30号、異常ありません。よし、次アイロン。アイロン20台、異常ありません。よし、次祭壇。臭み5丁、立ち棒丁2丁、立ち飲み2丁、物差し5本、異常ありません。125センチ。よし、次。32キロ。126.5センチ。よし、だいぶ大きくなったな。34キロ。あった。マサオさんはまだですよ。ん、マサオがいない。29キロ。おい、マサオなんか。マサオは34。マサオ、しょうがないから。24。あんたたちマサオさん知らないの。72キロ。25キロ。28キロ。24.1。27キロ。あのね、お母さん、正夫さんとタミちゃん、もうさっき門の方で話してましたよ。え、門の方で。タミちゃん、あんたさっき正夫さんと門のところで会ってたでしょ。ん、正夫さんの居所分かってるんでしょ。タミちゃん知ってるんでしょ。あのね、お母さん、おしゃべり知ってます。私手紙頼んだんです。まあ、手紙よ。どこへ出す手紙。お父さんとこ迎えに来てくださいって出したの。こんな狭苦しいとこ、ご飯はまずいし、お布団は汚いし、一番な子ばっかり出し、その上起きてから寝るまで女中みたいに追います。こんなとこ私我慢できないの。タミちゃん、何ですか。
度も聞くわ。どうせ今晩一晩きりだから。さあ、何度もおっしゃってちょうだい。おじさん、ヨーロッパモデル学校この道行けないのかい？お前なんだよ。俺そこへ借りたんだよ。そうか、そこはまた遠いぞ。これ乗る。おじさんが連れて行ってやるから。お前どこしたんだ。郵便出しに行って紙芝居について歩いてたら道が分からなくなっちゃったんだよ。この手紙を読んでおいでになったわけですね。そうです。引き取らせていただきます。そうですか。するとあなたはこの手紙を鵜呑みに信じてるわけですね。子供がしかも普通でない我が娘の書いた手紙を信じてるわけですね。もし本当に信じているとすれば、少しバカバカしすぎはしませんか。あなたは何のために娘さんをここへお預けてやったんです。そこをよく考えてください。もし娘さんが普通の娘さんだったら、あなたはここへ預けなくてもよかったはずです。親のあなたが持て余した娘さんじゃありませんか。この持て余した娘さんの書いた手紙をまともに信じるなんて、むしろ滑稽じゃないでしょうか。この学院は楽園でもなければ遊園地でもありません。だから我がままいっぱいに育てたあんたの娘さんの気に入るところでないのは当然です。今さらこの手紙に書いてあること、そうであるともないとも弁明も説明もする必要はないでしょう。よくわかりました。親バカは世間にあなたばかりじゃありません。親バカはしかし一つの愛情の風景と見てもいいでしょう。タミちゃん、あなた本当に帰るつもりでいるの？ええ、お父さん迎えに来たんですもの。今度遊び出してね、みんな連れて。ごちそうするわ。帰りますわ、一人で。歩いてたって帰りますわ。
見ていましたよ。私ここ辞めさせていただこうと思います。ここが、いや、この仕事が嫌になりましたか。私にはほぼとしてお母さんとしての資格がなくなりました。ただ殴っただけで、ただそれだけのことで。僕はそうは思わない。僕たちは神様じゃない。僕たちは人間として、ここの子供たちをまず普通の人間に作り上げなきゃならないんだ。時には我を忘れて汚い言葉も使いたくなるし、鉄拳も加えたくなる。これは人間として仕方がないんじゃないでしょうか。ついに刑務所に入るような落語者を出しても、この仕事は無駄だとは思いたくないんだ。妹と母のお茶がね、いるんだって。一緒に逃げないか。さあ、嫌だ。俺もやめたーっと。一緒に行っちゃうか。待て待て、家のもんが全然あるか。あ、先生だ。タミちゃん、本当によく行かないでくれたわね。私嬉しいわ。そうかい。タミちゃんはお前が誘って行くかったが、やめたのかい。うん、だから僕もやめちゃった。そうかい。
おい、お土産持ってきたぞ。おい、ノブチン。おい、ノブチン、ノブチン。おーい、ノブチンが逃げたぞー。ノブチンが逃げたぞなに？ロブイチが逃げた？また逃げたのか。いや、どうも。私が来るたんび逃げ出したりして、あの子はまだ治りませんかね。どうも困りましたな。いや、大して遠くは逃げちゃいませんよ。さあみんな、二人ずつ一組になって探すんだぞ。いいか、二人一組だぞ。バラバラになっていかんぞ。はい、はい、はい、そうか、じゃあ行ってこい。そう、本当にせっかくおいでくださいましたのに、私来ない方が良かったでしょうか。そんなことありませんわ。始終来てくだされば、そのうちにはいくら海の母でないからってきっと懐きますわよ。そう思って訪ねては来るんですけれど、この頃は産業も怠けませんし、勉強だって。本当に皆様にはいろいろお世話になりまして。これつまらないもんですけれど、家庭の子供さんたちに分けていただいて。まあ、いつもおいでになるたんびに。これは信一にどうぞお預かりいたします。お母さんが来ると何で逃げるんだ。お母さんなんか何だい。俺のお母さんどうしたかな。山の池で今頃まで何してたんだ。ロブジンと一緒にいました。何をしてたんだ。何もしてません。何にもしてない。あ、石を投げてました。石を投げてた。それでどうした。ロブジンはどっか行こうって言ったんです。それで。だからどっか行っちゃおうと思ったんです。どこへ。どっか。どっかってどこだ。わからない。信一、どこ行こうと思ったんだ。知りません。わからないで、知らないで、どうしたんだ。そしたら金が鳴ったんで帰ってきちゃったんです。金の音が。金の音が聞こえて帰ってきたのか。ええ。そうか。信ちゃん、お母さんとても寂しそうにして帰ってったわよ。お母さんが訪ねてきてくれるたんび、何だって逃げんの。お母さんはお前が本当に可愛くて訪ねてきてくれるんだぞ。そりゃ今のお母さんはのびちゃんの本当の母さんじゃないけれど、シャツだってサルマタだって、お母さん食べるもんも食べないで、のびちゃんがみんなと仲良くしてもらえるようにって、みんなにも見合う持って訪ねてきてくれたのよ。お母さんそんなにまで気を使ってんのに、のびちゃんにはわからないの。わからないのか。分かってるでしょ。ね、分かってるでしょ。分かったら向こうへ行って目をつむってお母さんのことを思い出してごらん。
これお母さんのお土産、大切にするんですよ。もう行っていいですか？うん、よし。うん、そうか。金の値で帰ってきたのか。サブちゃん、何ゴソゴソしてんの？何もしていません。ワンなど食べて。すいません。すいませんじゃありません。夜夜中こんなもん食べたりして。さあ早くおしっこ行って一休みなさいね。よっちゃん、よっちゃん、さああんたも早くおしっこ行ってらっしゃい。うん、出したくないよ。ダメダメ、また漏らすわよ。あの布団こっちよ。そうか。どうだい、信一の加減は。大して熱もなさそうですけど、今は静かに休んでますけど。そうか。俺が代わってやるから、お前寝たら。ええ、でも。ねえ、あなた。うん。疲れたろ、早く寝ろよ。私はいいんです。あなたはまた明日があるんですから。お前だって明日があるんだよ。この仕事は一生続くんだ。一生？一生も二生も続くかもしれないよ。いいですか？よし。奈子は？突然家庭を変えてくれって。どうしたんだ？家庭のこと喧嘩でもしたのか？家庭の母さん、私が嫌いなんです。お母さんがお前を嫌いだ？そんなはずがないがな。だってタミちゃんばっかり可愛がって。そんなバカなはずがないがな。ここへ来るといつでもお母さんお前のことを褒めてて、もう直退院させてやると言ってるくらいだぞ。そりゃきっと私が邪魔だから早く出してしまうと思ってるんです。そんなバカなことが。ねえ院長先生、お願いですから他の家庭やってくださいよ。ああよしよし、よく考えておこう。さあ早く行って勉強しなさい。院長先生、早くお願いしますよ。ああよしよし。
その靴、タミちゃん誰が取られたっていう靴だろう。行ってやろう、行ってやろう。行ってやるぞ。ずいぶん履かなかったから足がとっても痛いわ。そうか。じゃあその靴を取ったために気がとがめて家庭を変えてほしかったんだな。悪いことに自分で気がついたらそれでいい。誰も怒りはせん。早く行って仕事をしなさい。院長先生いらっしゃいますか。え、いらっしゃいます。岡本じゃないか。ご無沙汰しました。どうした。立派になったな。休暇だったもんですから。そうか。おそらよく来てくれた。どうかね、勤めの方は。うまくいってるかね。お前は確か食料費を手伝ったな。え、おかげさまでこの頃では。そうか。それは何よりだ。家庭行って先生やお母さんに会ったか。え、お目にかかってきました。嬉しいだろう。え、今夜は一つわしのところでごっつをするかな。せっかくですけど家庭のお母さんが支度してくれそうですから。そうか。それはその方がいい。久しぶりに家庭のご飯も懐かしいだろう。じゃあこれで学院の中を少し歩いてみたいと思いますから。お前には何もかにもみんな懐かしいだろう。じゃあ失礼します。なんで、お前まだいたのか。二人で汽車のたどりにして逃げたことあったね。お前相変わらずやるかい。こんなことはやんないさ。俺も出てもいいんだけど。美彦ちゃん
どっかに働く口ないかね。そりゃないことはないだろうけれど。彦ちゃんの今あるとこダメかい？俺使ってくんないかね。うん。裏と表を改めます。さあ種も仕掛けもありませんよ。えいっ。さあ出ます、入れますよ。他の音。はい。さあ誰か代わりにやってごらんなさい。先生、近頃学院の子供たち小粒になりましたね。うん。お前がいた自分は平均年齢16、7歳だったが、今じゃ12、3だからね。そうですか。久しぶりで生まれたうちに帰ってきたような気がしましたよ。岡本、お前本当に休暇で帰ってきたのかい？先生、申し訳ありません。そうだろう。俺にはどうも休暇で帰ってきたようには思えなかったよ。それでも他へ行かずにここへ帰ってきてくれたことは俺は嬉しいんだよ。だがどうして本当のことを言ってくれなかったんだ？先生、本当は店を辞めてしまったんです。これから先どうしようかと先生を訪ねてきて、お母さんの顔を見たら本当のことはどうしても言えなくって。どうして店を辞めたんだ？確か今の店は3度目だったね。ええ、どこに行ってもいくら真面目に働いても元この学院にいたということが分かるとみんなの私に向ける目が急に冷たくなるんです。今度のお店だってお店の金がなくなったことから私は特別な目で見られるし、どうにも我慢ができなくなって出てきてしまったんです。うん、よく分かった。うん。だが岡本、必ずしも皆が冷たい目だ特別な目で見なくてもお前の気の弱さがそう感じるんじゃないかい？もっと気を強く持たなきゃダメじゃないか。例えば冷たい目や特別な目で見られても世間に負けちゃいけないよ。まあここへ来たついでにここで当分よく考えて、今度こそどんなものにも負けないような強い男に鍛えるんだな。大変悪いんでしょうか？それほど心配するほどの病気とも思わないが、本当はあんたの手元へ引き取って面倒を見てもらえるといいんだが、そんなことが機会であんたにあの子が懐いてくれりゃ好都合なんだがね。はあ、そうなればよろしいんですけど。お前ちょっと行ってそれとなく信一に聞いてみな。これ以上熱が出なければ大丈夫だと言ってましたけど。ああ、心配することありませんよ。大丈夫ですよ。
なた今日クタロンが学校から早く帰って何かゴソゴソしてると思ったら水をいっぱい汲んできちゃったんですよ。お風呂にもお鍋にも釜にも。そんなに汲んじゃったら他の方も困るだろう。困りますでしょ。クタロン、お前水汲んじゃって他の方も困るだろう。昨日汲みどころってうちは困りましたもん。しょうがないな。六花亭さん、水ありますか？どうやら間に合っております。について何か明暗が浮かびましたか？とにかく節制するより方法はないでしょう。今さら井戸を掘っても。井戸を掘ったってそれはダメだよ。今までに10カ所掘ったんだが、大体ここは水に乏しい地層らしいからな。まあ今使用している井戸が比較的マシだという程度だからね。当局に再三懇願しても予算の関係上ダメなんだから、とりあえず節水法を講ずるより方法はないだろう。節水するとしても毎日あれだけの作業をさして風呂を全然よすってわけにはいかんぜ、うん、衛生の上から言ってもお風呂だけはね、風呂が一番余計水を使うんだからな。だから僕の意見としては、また理想論として一生されるかもしれんが、あの山の池からなんとか水を引けんもんかね。引けないこともないでしょうけれど、問題は費用ですね。ここから2キロ以上もありますからね。その上、貯水砲だの、ろ過装置だの、これは大変な費用だからね。では仕方がないから、洗濯は河原で、ついでに風呂水も、その他の洗い水は川から各自汲み上げることにした。子供たちもただそれだけでは苦痛だろうから、午後の一時を水泳にあててその帰りに担いでくる。これは明暗じゃないかな。入った。おい、水が持ってなくなっちゃった。持っちゃ
丈夫か。うん。ともかくとして毎日河原から水を汲み上げるのは容易な技じゃないよ。これが1日2日のことならいいが、いつまで続くかわからないということは問題だと思うんだ。僕もいろいろ考えてみたが、この際院長の理想論を僕たちの手で実行に移してみたらと思うんだ。それはね、ゆうこさん、それはしかし無理なんじゃないかな。第一、実行法はどうするんだね。不可能じゃないか。我々と子供が吊橋を持ち、シャベルを持って、1年かかっても2年かかっても、これはただ単に水の問題ばかりでなく、ここの子供たちに最も欠けている集団的建設的なものに役立つことにもなると思うんだが、そういう意味ならやってみようじゃないですか。それはいいじゃないですか。やりましょう。やりますか。よし、やりましょう。私が言い出したことですから、よほどの覚悟をしてかかってくださいよ、皆さん。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。やろう。まだ休憩時間じゃないぞ。さあ、やったやった。はい。
みちゃん。男の子が汗とどだらけになって働いているのに、もっと丁寧に洗ってなきゃダメよ。どこ行くんだよ。どこって分かってんじゃねえか。あんな土方のようなことさせられるならどこ行ったって働けない。待て、バカ野郎。やりやったら帰って。いいか、来るのか。来るよ。嫌なんて根性のやつだ。どこに行ったって使い物ならしないぞ。出るときは俺と一緒だ。さあ出直しだ、出直しだ。諸君の努力によって作業もはかどっているものの、すでに病床者30数名、脱走者8名を出しているのを見ても、この作業がいかに困難であるかがよくわかります。脱走者のうちには家庭に帰って作業の苦痛を大げさに訴えているものもあるらしい。でその不敬から
避難の声も立っているようだし、一体どうしたのでしょう。しかし脱走者の顔ぶれを見ても脱走常習者ばかりのようだし、その他の子供たちは今度の作業に努力しているように見えるが、どうです他の先生方の目には。それは大変な勢いですよ。張り切ってますよ。今までもいろいろな作業だったが、今度のが一番その出来上がりを楽しみにしてんじゃないかな。うちの子供で病気で寝込んでたのが、今朝などもっと寝てた時のどうしても行くんだと言って起き出しましたからな。中にはこの仮病の者がいますね。ああ、うちにも仮病が一人いるが、おかゆを食わしたら今日昼頃から起き出して働いていましたよ。どうも作業よりおかゆの方が辛いらしいですな。わかりました、やってください。希望を持って、作業を続けている子供たちのためにも作業を続けてください。大丈夫かい？お医者様が水を配るぐらいならいいってから大丈夫だよ。そうかい、そんならいいけど気をつけるんだよ。お母さん、じゃあ行ってくるよ。気をつけるんだよ。俺も行くよ。あなたはまだ黙ってね。
熱と力、汗の夏から赤切れの冬を経て、待望の水路作業もめでたく完成し、今日これから未だかってない多数の隊員制を送り出すことはこの上もない喜びである。思えばあの水路作業は苦難の作業であった。にもかかわらずみんなは汗にまみれ、泥にまみれ、焼けつくような炎熱のもと、身を刺すような死も、雨にも風にもよく戦って勝ってくれたのだ。この苦難の作業をお土産として、今日これから新しい世の中に出発していくのである。世の中は大きな手を広げてみんなを待っている。我々教員、ことに家庭のお母さんはどんなに嬉しいか知れない。君たちの仲間もさぞ嬉しいだろう。みんなは世の中に甘えてはいけない。苦しいこともあるだろう。悲しいこともあるだろう。どんなに悲しくっても苦しくっても、あの水路作業の時の息を忘れてはいない。わかったね。わかったね。わかったら、この明日に夕べに聞き慣れた見返りの塔の鐘に、強く、正しく、朗らかに生きることを約束しなさい。そして自分たちの手で鳴らして、それを永久に心の杖としていくよう、さようならをしなさい。これからは父さんお母さんの後ろよく守り勉強します。嘘をつきません。自己収容軍、日にて、嵐に対し、後にこそ、松の位も高く見えけれ。私は、これから言葉数少なくいたします。陰しなたなく働きます。学院のご恩を忘れぬため、毎月お便りいたします。私の収容君、よしやしよ、人の上には言いながら、身を顧みる人なかりけり。私のお母さんは本当のお母さんではありませんが、親孝行いたします。私は一生懸命に働いて立派な洋服の職人になります。自己収容区、並びゆく人には癒しが起こるとも、正しき道を踏みなたがやそう。私はいけない子でした。わがままな娘でした。不良少女でした。私にはお母さんがありませんでした。お父さんは私を持て余してこの学院へ預けました。学院へ入ってからの私は家庭のお母さんをずいぶん困らせました。それでもお母さんは本当のお母さんのように私を可愛がってくださいました。私はいいことと悪いことの区別がはっきり分かるようになりました。私は善良な少女になりました。これも学院の先生方のおかげです。家庭のお母さんのおかげです。ご恩は忘れません。決して忘れません。ありがとうございました。これからお手紙も出しますし、お尋ねもいたします。私の収容府、今しわれ、キロにど立てる赤きみ、暗きみちみゆ、いずれをゆかん。悪い子供でした。嘘をつきました。無断で外出をしたり盗みもしました。寝小便もしました。もうみんないなくなりました。今日は他のみんなにはお父さんやお母さんが迎えに来ているけど、私には誰も迎えに来てはくれません。私のお父さんは死んでありません。お母さんは貧乏だから忙しくって迎えに来られないんだと思います。私は寂しくありません。
一人で帰ります。こんなに立派になって帰ったら、お母さんは泣いて喜んでくれると思います。私はこれからも働いて、お母さんの手助けをします。そして貯金をして、お金ができたらお母さんと一緒にお土産を持って学院にお礼に参ります。自己修養区、なせばなる、なさねばなあの何事も、さらぬは人のなさぬなりけり。私にも両親はありません。でも岡本君と手を携えて元気に出発いたします。怠けません。何事も反省します。自己修養君、器には従いながら岩金も、フォースは水の力なりけり。私が二度目の出発です。強く正しく頑張ります。自己修養君、大空にそびえて見える高根にも、登れば登る道はありけり。